株式会社ミテオの井上と申します。今現在うどん手ぬぐいですが、はい、色柄すべてで大体20色柄ほどになってるんですけど、すべてまあ当店のオリジナルという形で今現在販売しておりまして、もともと末広さんに、前広めてもらった形であるこのうどん手ぬぐいなんですけど、今はやっぱりFacebook とやっぱり継続っていうものが力なんだなと、いいねを集めるんじゃなくて、やっぱりお店の商品の、を PR できるように画像のどこかに入れるとか、面白い写真を撮ってもどっかにうどん手ぬぐいを入れてるとか、そういった使い方っていうのがやっぱり継続してると意外と広まるんだなっていうことですかね。はいはい、正直なところ非常に多いです。で今現在手ぬぐいを、お貸してほしいっていうお店が多々出てきてるんですが、そういったところも、私との Facebook なりソーシャルのつながりのあるお店、もしくは私のとつながりのある方のお知り合いっていう方とかっていうのが多くなってきておりますので、四国香川の中もありますし、今少し東京の方のお店からも、お貸してほしいっていうお話もいただいております。この手ぬぐいを、表から中に置くことによって、中に入って手ぬぐいを買ってくれるし、でおかげさまでリピーターものすごく多いですから、そのもうリピーターの人はもう正直お友達感覚でもうバンバン喋れますので、ですからご不敬の敷居を下げるっていう意味合いでもすごく手ぬぐいがいいアイテムになってます、窓口として。でやっぱりそういうところでこういう本格的な商品いうのをもしいただけ欲しいっていう方が多いでたら、うちの方に来てくれるんじゃないかなと思ってますけど。